皆様こんにちは関西医科大学看護学部についてご紹介いたします関西医科大学は医学部看護学部リハビリテーション学部を持つ医療複合大学です看護学部は看護師国家試験の受験資格だけではなく100名全員に保健師国家試験受験資格が得られる看護師保健師統合カリキュラムを提供しています さらに選択制で10名が助産師コースへ進むことができます。学年ごとの到達目標を示しています。本学では、人人の人が、 命に対して健康に対してどのような願いを持ち生活をされているのかを理解しその人らしい生活が送れるように地域生活の中で暮らす一人の生活者として患者様を捉え看護できる実践力の習得を目指しています1年生から4年生まで枚方市を中心とした地域で暮らす人々に関わる一貫した教育と環境があります。 そして、基礎科目、専門基礎科目、専門科目が体系的に配当されており、4年間で130単位以上の単位習得を経て、看護師・保健師・国家試験受験資格を獲得し、卒業することができます。また、医学部・リハビリテーション学部との合同授業もあり、互いに高い専門性を発揮し、共同できる力を養います。 充実したシミュレーション教育を行っていることも本学の特徴です。高機能シミュレーターを多数取り揃え、確かな看護実践力を習得するために、臨床現場に近いリアルな状況設定の中で、患者様の症状に対応した技術の習得が可能です。また、看護実践力を伸ばすことを目的とした OSKI を導入しております。 4年生までに習得した看護実践力を評価し学生の強みや課題を明確にし卒業するまで実践力を強化する努力ができます本学で学んだ卒業生の約8割が関西医科大学の関連病院へ就職を希望し就職しております関連病院である関西医科大学附属病院 病院総合医療センターで温かく的確な実習指導を受けて育ちそして自らが育った環境の中で多くの卒業生が活躍しています是非キャンパスへお越しいただき本学の魅力を感じていただきたいと思いますありがとうございました